吉川農水大臣の次男、範勝氏は、大臣の地元札幌市東区の道議選候補者として、去年12月20日に自民党同連から公認を受けましたが、その翌日に農水省の幹部職員である大臣秘書官に起用されていました。吉川大臣は自民党同連の会長も務めています。立場を利用して次男に肩書きを与えた可能性について問われた吉川大臣は、 コメントを差し控えるとした上で次男の出馬を取りやめる考えを示しました。